さんこんばんは。今日はですね、ドイツのリューベックに来ておりますけれども、本当すごい天気いいでしょう。今日は青空です。いや、今日ですね、あの天皇誕生日なんですけど、私の誕生日でもあるんですよ。実はこれ、あのドイツの警察の車です。今から50分ぐらいかけて街の方に歩いていきたいと思いますけれども、今日は北ドイツのリューベックという街に来てます。その世界遺産の街を歩きながらですね、ブラブラ。あとご質問コメント欄にもバンバン書いていただければと思います。歩きながら見ているので、正面にですね、もうすでに見えているのがホルステン門という、このバルト海の女王と呼ばれたリューベックの、この奥がですね、歴史的市街地で、世界遺産登録されている建物がたくさん出てきますので、そこをですね、今日はメインで巡っていきたいなと思います。はい、皆さんの正面に見えているのがリューベックの歴史的市街地の入り口にありますホルステン門。私がレンガ建築がすごく好きなんですけれども、ゴシック建築は結構高さを出すことにすごく、こっちに入ろうと思ったら行き止まりだったんで、ちょっと違う道から行きますけれども、こっち曲がります。で、この中に塔があって、でここのマルクト広場がリューベックの中心になっているところですけれども、あのそういう風に焼かれていて、これはのタイルではなくて、これはレンガなんです。実はあれですね、マジパンのお店で、リューベックはマジパンがむちゃくちゃ有名なんですよ。でもあのイースターのお菓子が、マジパン入りのコーヒーとか、マジパン入りのカプチーノとか、美味しいのかなこれ。ドイツはめっちゃチョコレート美味しいです。ずっとこう後ろに下がっても、この教会はもうボロボロに崩れ去ったということですね。ここにですね、悪魔が座っています。もうちょっと回ってみましょう。あ、ちょっと結構時間切れになってきたな。ということで、今日はドイツの世界遺産の街、リューベックからお届けしましたけれども、いかがだったでしょうか。この8888ってのは何？あ、パチパチってことですね。ありがとうございます。ということで、今日はご参加いただいてどうもありがとうございました。旅エッセイご購入まだの方はぜひ Amazon で、そして私は旅人になったというエッセイを。ありがとうございます。